ベガ先頭、2番手はソウルサプライズ、あと 200m 残り 100m、 ベガ先頭、ソウルサプライズ追いすがります。ベガもう一伸び、ベガ1着、ベガ1着、2着はシルキーイースト、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ベガまさしく日本が世界に誇れる馬です。三歳牝馬クラシックの第1弾、阪神競馬場に春の訪れを告げる桜花賞です。まだあどけなさの残る乙女たちが栄冠を目指して今年も阪神の坂越えに挑みます。さあ最後は大外枠のエンゼルドール、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。先行争い何が行くでしょうか。ノーキャシー前に行きそうです。続いてノースフライト、マザー東証、そのうちに続いています。その外にグレートポーラ、第一理科、そのうちに続いています。雪の美人、好位をキープ、赤の帽子、メイクフレーム、その後ろ、その外にエンゼルドール、アドマイアシスタ、そのうちに続いています。緑の帽子、ラグビードーター、その後ろ、その隣にクリスマスディール、内からはエトワールアンバー、ピンクの帽子、ベガ、その後ろ、すぐ隣に末広女王、ノーブルアンジェラ、そのうちに続いています。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。この辺りで先頭が変わりました。エンゲルリーゼ、ここで先頭が入れ替わりました。グレートポーラ、エンゲルリーゼ2番手に控えました。雪の美人 B1 です。さあここからどうか。先頭はエンゼルドール、エンゼルドール先頭、2番手は雪の美人、追いすがる。ベガいっぱいになった。200m、 一気に後続がやってきた。雪の美人頑張れるか。ベガ差を広げる。2番手は雪の美人、ベガこの馬で決まりか。ベガ今ゴールイン、段違いの強さです。ベガ1着、2着は雪の美人、これが世界の実力だ。ベガ
府中の芝 2400m という過酷な条件に果敢に挑む乙女たち。今年のレースにはどんなドラマが待っているんでしょうか。3歳牝馬の日本一を決める優秀牝馬オークスの発想です。おっと、使いサクセス。ゲート入りがスムーズにいきません。大丈夫でしょうか。大丈夫です。最後にアドマイアシスター入ってゲートイン完了です。スタートしました。おっと、使いサクセス。遅れてしまいました。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。山下ローレル前に行きそうです。シェイクアンナそれに続いています。さらにはラウンドエトワール、15番メイクフレーム、その後ろノーブルアンジェラ後方に控えました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのは山下ローレル、その外からラウンドエトワール、並んで5番 IOU、 グレートポーラ、この馬もこのグループ、ベガ好位をキープ。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。1番人気のベガ現在先団に取り付いています。もう一度先頭から、先手を取ったのはシェイクアンナ、その後ろからは IOU、 その隣にラウンドエトワール、内からは山下ローレル、好位置をキープしています。ベガ 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。では前の方から見てみましょう。シェイクアンナ先手を取りました。その外にラウンドエトワール、並んで5番 IOU、 ベガ好位をキープ、その隣にグレートポーラ、これに続くのが山下ローレル、オクトベガ、それに続いています。各馬大欅を通過。ここでラウンドエトワール先頭に変わりました。シェイクアンナほとんど差がありません。3番手にベガ、絶好の手応え。ベガこれはいい位置につけています。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はベガ、ベガ先頭、リードを広げにかかります。2番手はラウンドエトワール、懸命に追いすがります。残り 200m、 ベガ先頭だ。ベガ力強い伸び足、後続はまだ後方です。2番手はオクトベガ、ベガ先頭だ。ベガ独走、ベガぶっちぎりです。ベガ1着、2着はオクトベガ、ベガ牝馬2冠達成、あとは秋華賞を残すのみ。牝馬3冠はもう目前だ。追い上げにかかります。
京都競馬場3歳牝馬による最後の大レース、夏を経てその再起に磨きをかけた乙女たちが集いました。 G1 秋華賞いよいよ発走です。さあ最後は大外枠のシェイクアンナ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ラウンドエトワール好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくラウンドエトワール行きました。続いて前へ行くのはベガン、さらには山下ローレル、14番シングルサイレンス、その後ろ後方に控えたのがサマニベッピン。この辺りで各馬第1コーナーに向かっていきます。一番人気のベガン現在先頭です。ノーブルアンジェラ前走に続いてここも好走なるでしょうか。ベガこれに勝つといよいよ牝馬3冠の達成です。歴史的な瞬間は果たして訪れるのか。ベガ見事その期待に応えられるか。もう一度先頭から先手を取ったのはシングルサイレンス、黄色の帽子クイーンスコープ、その後ろその外にシェイクアンナ並んで7番ラウンドエトワールメイクフレーム、この馬もこのグループ 1000m を通過、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。ここでシェイクアンナ先頭に変わりました。2番手の山下ローレル先頭を捉える勢いです。シングルサイレンス3番手ベガ B1 です。さあここからどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はシェイクアンナ、さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭はベガ、ベガ先頭です。引き離しにかかりました。2番手はオクトベガ、残り 100m ベガ先頭、オクトベガ迫る、やはり強いベガ、ベガベガ1着、2着にはどうやらオクトベガ、ベガついに牝馬3冠達成です。競馬史に残る名牝の誕生です。スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してベガ花に立ちます。その後ろからはシェイクアンナ、この馬も上がっていく構えです。さらにはマイネシリウス、16番バンダムエコセル、その後ろファーストボール、どうやら後ろからになりそうです。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはベガ、すぐ後ろにノーブルスコープ、緑の帽子メイクフレーム、その後ろすぐ隣にスイートビジョン。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。一番人気のベガ現在先端に取り付いています。では前の方から見てみましょう。メイクフレーム先手を取りました。2番手に1番ベガ、その外からバンダムエコセル、その後ろにノーブルスコープ、その外からスイートビジョン、その隣にポーセンリズム。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはバンダムエコセル、これに続いてメイクフレーム。京都競馬場3コーナー、坂を上りそして下っていきます。さあ先頭は依然として16番バンダムエクセル、まだ粘っています。2番手はベガ、絶好の手応えです。メイクフレーム3番手ベガ、これはいい位置につけています。後続集団も追い上げにかかります。ここで先頭変わりました。先頭はベガ、差は3馬身、後続の手応えもいい。2番手はスイートビジョン、あと 200m ベガ先頭だ。後続との差はまだあります。このリードを守れるか。2番手はオクトベガ、ベガ独走、ベガぶっちぎりです。ベガ1着、2着はオクトベガ、ベガ牝馬3冠に加えてもう1冠、もはや牝馬に敵なし、真の女王の座に上り詰めました。